ようございます。釣り子 TV です。先日購入したね、これ。2020のメタニウム。早速ね、これを持って少しだけ時間ができたんで、釣りに行ってきました。まずはご覧ください。よーし。行くか。結構、使いたい荷物があって。今日は、満載ですよ。最近このグローブが丈夫でお気に入り。さあさあさあ、うん、おはようございます。釣り子 TV です。釣り場にやってきました。そんでもってこれね、シマノから新しく出たメタニウムね、ニューメタニウムっていうことで、今日ねクロロカーボンの14ポンドライン、こういった糸を入れてきて、これでねおかっぱりで楽しんでみたいと思います。それでねロッドはいろいろ持ってきたんですけども、まずはね結構何でも使えちゃうロデオクラフトのホワイトウルフの17ポンド、これにねつけていろいろ投げてみたいと思います。まあスピナーベイトとかも投げれるしね、トップウォーターもできるし、あとはワームの釣りやりたくなった時にね感度もいいしっていうことで、おかっぱりで1本で何でも、あれめちゃくちゃ軽い。あはは、そっか。このねホワイトウルフっていう竿もめちゃくちゃ軽いんですけども、それにこのね新しいメタニウム、この組み合わせがめちゃくちゃ軽くて、なんか結構ごついタックルで剛性感のあるセットなんだけど、今までよりワンランク軽くね剛性感のある釣りができるようになるのかな、うん、そんな感じかもしれないです。まあとりあえずね使ってみたいと思いますよ。最近はごつい竿もねトルザイトリングとかが使われて、非常に以前より軽くて、でこの昇降系のマイクロガイド、ね、こういった今までよりちょっと小さめのガイドでトルザイトリングでっていうことで、非常にねヘビーなロッドも軽快に扱えるようになってますからね。はい、じゃあこんなセットでいろいろなるは投げて試していきたいと思います。はい、じゃあ春っていうことかな。あー、これはジャッカルのダンクル、タックルベリーでね中古で880円で買えたんですけども、こんなの春先の釣りにいいんじゃないかなと思って持ってきてみました。よいしょ。最初からね前のオーナーの人がねこのアシストフックつけてくれてんなと思って、これすげえいいんじゃないのと思って買ったんですけど、ね、ダンクルの7ですね。重さは 62g あるんで7インチのサイズで、でまあちょっとねせっかく剛性感のあるリールっていうことで、ここら辺の重めのやつから試していきたいと思います。よし。でブレーキをいきなりバックラッシュしたくないから、最初はちょっと強めの5ぐらいに合わせて、キャスコンもちょっときつめにしとこうかな、思えるわ。だからはい、準備完了。
夏の夕方とかに良さそうなポイントだけどね。重いルアーとかすごいかっちり投げれるね。感じ。もうちょっと。おお、食った。痛いよ、バス痛い。バス痛いよ。静かにやってりゃ釣れっかもしんない。わーわ
プルフラットのジグストを試してみようかなと。コンツアージグのね組み合わせで、まあ一番普段からやってる釣りでどんな感じかね。上げやすいな。全然糸浮かない。めちゃくちゃキャストがしやすい。不意に糸が浮かないから。おっしゃ、ブルフラットよーし。はい、というわけでね、ブルフラットのジグストでまずファーストフィッシュを手に入れたんですけども、手元でねスマートフォンで動画撮ってたと思ったらね、ちょっとデータが残っていなくて、で改めてなんですけども、これはねギア比が 6.2 のモデルで、そんでね糸が14ポンドラインを入れております。まあ、ちょっとしたね、ジグの釣りみたいなのから、巻物までできないかなっていうことで、で、14ポンドラインね、クレハのフロロマイスターのね、14ポンドっていうことで、フロロカーボンラインを入れて投げてみております。序盤ではね、ちょっと強めの釣りっていうことで、大型のスイムベイトからね、ジグスト、まあ、8分の3オンスのラバージグにブルフラットをつけて、ちょっと重めのセッティングですね。こんな感じで投げてみたんですけども、そこら辺はね、もうほんとね、まあまあまあ、バックラッシュもなく、投げやすいなっていうことで、で、ジグストでやっていてもね、結構着水からすぐに食ってきたので、そこを狙う感じじゃないぞっていうことでね、ちょっと次の展開にしてみたので、また、ご覧ください。ダメだ、ごつい竿で当たりが出せないんで、もう一本持ってきた、ちょっと柔らかめの、巻物ロッド、これにつけてちょっとプラグの釣りをね試してみたいと思います。いやー、たまーにねジグストとかでね食ったりするんだけど、食いが甘いっていうか、当たりが出るときはもっとバシバシ当たりが出るはずだから、ちょっとねプラグの釣り試してみます。ミノーにしたらちょっと反応するかも。なんかジャストサスペンドする方が良さそう。なんかスーって浮いてくるやつより、ちょっと目の前で止められるやつ、どれだ。
チマルジュニア。よっしゃ、食った。80ジュリアにしたら食ったよ。よいしょよいしょ、釣れた、やった。うっと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 、ほっほっ、はい、釣れましたよ。ね、春のミノーバース、これでね、こういう小型ミノをね、ちょっとジグストとかダメだったんでやってみたところ、バシッと釣れました。で、このぐらいの重さだったらね、すごい投げやすいってのは言い過ぎだけど、でも全然ね、ここっていう感じのところには入れやすいです。あ、これはね、メガバスの X80 ジュニアね、おお元気で、買ったばっかりのね、メタニウム20メタニウムで14ポンドラインだけどね、 MGL スプール3のおかげかトラブらずに投げれるんでね、それで小さい身のちょこちょこってやったらこんな感じで、おう、釣れてくれました。ハルバス君初めて使ってみたんですけども、こういうね、軽いルアーもピシッピシッって投げやすいなっていう感じで、じゃあね、逃がしてあげます。えい、はい。でね、改めてタックルは、これはね、メガバスのシルバーシャドウっていうシーバス用のね、ボートシーバスの竿なんですけども、ブラックバスでも使いやすいかなっていうね、先日買ったやつ、それにメタニウムね、新しいメタニウムをつけて、で、こういう感じのね、小さいミノをちょこちょこちょこギラッっていう感じでね、食ってきました。じゃあ引き続きこのセットで頑張ってみます。はい、というわけでね、序盤戦はちょっとね、強めの釣りを入れてみて、それでね、当たりがなかなか出せないので、もうね、思い切ってもう一本持っていったね、竿に交換して、それで小型のミノ、これを投げたところ、これまた使いやすいね、60g 前後のルアーからね、 X80 ジュニアっていうとね、もう重さが 5.8g とか 5.7g だったかな、6g を切るような小型ミノーなんですけども、そういったところまでね、スイスイと投げれて、で、その間ね、このブレーキ設定は最初この5のあたりにセットしたんですけども、変えずね、特にね、まあ、キャスコンだけちょっとだけいじったかな、まあ、ほとんどね、何にも触らないで投げたんですけども、重めのルアーからそういった小型軽量のルアーまでスイスイと投げれて、で、バックラッシュもね、しなかったっていうことで、あ、もうこれすげえなーと思って、最近シマノで言うとカルカッタコンクエストの DC200 とかね、エクスセンス DC とか、そういう DC ブレーキが搭載されたものばかりね、使っていたので、改めてね、こうね、そういうブレーキ機構がついていないね、もの久しぶりに買って使ってみたんですけども、なんか格段に進化してるなーって、なんか映えのイメージだと、場合によっては結構あれっていうタイミングでバックラッシュしたりっていうのがあったんですけどもね、オートマチックな感じに遠心力ブレーキも進化しているんだなっていうことで、まあ、やっぱりここら辺の MGL の3とかがいいんですかね。ほんとね、投げていて気持ちいいっていうことで、で、その DC のユニットとかも入っていないので、これ 175g っていうことで非常にね、軽量で使いやすいね、
やまだまだね実はね魚釣ってますので、編集し次第ねお伝えしていければなって思うんですけども、まずはね、これでルアーを投げたところ、重めのルアーから軽めのルアーまでスイって投げれたよね。でまあね1日おかっぱりの釣りなんかでこの軽量さがですね、まあ手首の疲れとかにね本当効くな、全然疲れないでねスイって投げれて、でカチッとしている、ここら辺がね、まずは分かったので、ということで本日の釣り子 TV は、これシマノのね新しく出たメタニウム、これで重いルアーから軽いルアーまで投げて、でまあ魚もねなんとか釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。